名城大学理工学部建築学科1年生の卓球生の高校島天介です。うわー、4時間経ちました。一人飯バイユ終了。まあ意外と集中してが苦ではなかったんですけど、あんまり絵には携われなかったかなと。そしてです。はいはい、いくよ、はい、はい、せーの。え、ちょっと待って、これわからん。これが、いや待ってください、これ見てください。このあの構図割りしてくれたの。そう、構図を振って下書きを書いて、これ大体こんな感じだよっていう、はい、やったというのが僕の主な仕事だった。すごい、でも合ってるぞ。すごい、これがね、消失点だからね。斜めの線を描くときはこれからピーって伸ばすと。よし、任せろ。いそくさー。確かに、いそくさ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 。うわ、そこすごくね、あの R でブロック積んでるとこ、この環境下で。確かにやばくないこれ。これマジ気合いじゃん。すげえ綺麗だし。確かに、元建設の人からしたらあれはそそるんだ。いや、あれやばいだろ。いや、こっちです。ここ、いや、波です。 R でブロック積むのやば。俺もわかる、ここ綺麗に。俺も建築学科だからわかるけどね。すごいな、 R でその、それをやる。いや、でもすごいのは波。やろう、東京の年下さん、今と西宮だ。そしてこちら、司会の名城大学理工学部建築学科学籍番号1204905、柴田祐介でございます。よく覚えてるな。すごいな。だいたいああいう遊びってもう絶対もう指なんですよ。指ってもう最強の遊び道具だから、強いてつけるとしたらもう指トラスゲームですね。指トラス、トラスっていうのはトラ式構造っていう、あの橋のこういう三角形の形のやつなんですけど、はいはい、一人がこうやって指出します。ネクターも同じ手をね、もう構えはこうです。これがあのトラス式の橋に似てることから、指取らせる。なるほどね、分かりやすい小学生にもね。家ってさ、一個こう立てるじゃん。うん、そしたらなんかもう、この周りには立てちゃいかんみたいな、そういうルールある。なんか土地の、土地自体にあるんじゃない、ルールが。なんか、だから例えば、ここは家建てていいです、ここは建てていい。拠点を建てるとするじゃん。うんうん、で、僕が、なんていうの、ミッドガールみたいに、それってなんか、こういう家を建てたとするじゃん。うん。それはダメじゃない。こうなんかさ、意外と中で繋がってはないけど、こう、もう、実質繋がってるみたいな。いや、地区によるんじゃないですか。で、こう、バン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 って言って、最終的に6個繋がってるように見えたらさ、それマンキョンでしょ。大マンキョンだね。マコールみたいに一つ一つ。何番路って言って。真ん中にタワー立ててね。うん、そこで撮影するからね。山手線ゲームのお題、スマップか信号機勝ち。どういうこと？スマップ？カトリ信号？そう。信号機って？赤か。青。黄色。なんか今度さ、飲み会誘ってあげようね。え、飲み会しよう。え、これなんかもうこいつを狙い撃ちしてやるぞっていう。ああ、もうそういうこと、飲ませるためのねえよもうっていう。それ名城大学の遊びとかあったね。それ結構ローカルな飲ませゲーいっぱいあるからさ。ああ、そういうこと。飲ませゲーマジで場所によるからな。そう、飲ませゲーあるあるは確か。いや、僕ね、あの大学はね、あの名城大学理工学部建築学科学籍番号1204905、柴田祐介だったんですけども、なんで建築学科に入ったの。いやー、その時はね、なんかクリエイティブ精神働かせたいなと思った時に、理系では建築学科なのかなみたいな思った次第ですわ。だからね、僕あの家のこういう GL って言って設計図を僕書けますよ。僕に家を作ってもらいたい方募集。1年で半壊します。ダメですね、建築基準法にのっとれない建築しか僕はできないんでね、はい。一回ね、あの卒業制作じゃないな、なんかあの建築計画学にっていうね、授業をやってたんですけど、それはあの自分の絶対これ設計図を書いて家を計画しろ、模型も全部作れみたいなやつなんですけどね。僕の作った家すごいですよ。もうまず箱があるじゃないですか、こういう四角形の箱があって、家って普通地面に対してこう立つじゃないですか。でも僕の家はこう立ってます。この角でこう立ってるみたいなね。あ、ここにでも支柱があって、こういうひし形の家を建てましたね、僕。意味わかんないですよね。で、ここに
でこの肘型の一番長い角と角をつないだ辺のところに地面があって、ちょっと周りが穴になってるんですね。でその周りにゴミとかをスンと入れると、この肘型を滑りシューって滑り落ちて、ここのゴミ収集場にたまるという、絶対に汚れない家っていう意味わからないやつ。芝生の大学時の学籍番号は正解は12043905555。多いな、多いな、12は浅けな。お前毎回早口すぎるからゆっくり言え。名城大学理工学部建築学科12043905555柴田英介です。芝居が大学2年の時の建築課題でどんな家を設計した？知らん知らん。なんてか感謝が。あ、待って、もうでも僕5点もらってる。3階建てって書いてある。やたら鋭利な家、天井がない、家の真ん中に穴が開いててゴミを捨てると下に溜まる家。はあ、すごい正解じゃんそれ。すごい。そして偏差値県内ナンバーワン、はい、理工学部でナンバーワンの、私立大学に入学しています。そうなんだ。私立だからもっと失礼しました。イノベーション入ってこないや。いやでも退学、あ、びっくりした。退学届をね出す時はもう震えましたね、手が。はい。学務センターからね、なんだっけな、ロッキーの曲を、あ、違うな、てん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 みたいな、すごいね爽やかな BGM を流しながら、ちょっと泣きながら去った、退学届覚えてますよ。なんで辞めたのは、単位がちょっとねあれだったんでね、単位がペケだった感じです。あっつい、いくよいくよ、宣伝タイムスタート。時間30時やばい、待って、頑張れ、怖い、時間時間時間10月30日か11月1日に名城大学で開かれる学園祭に僕ら店を出します。